アーラーシュテットは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選手のシュターデ軍に、属す、マチソンで、ザムトゲマインでハルゼフェルトを構成する自治体の一つである。アーラーシュテットの境界現在の自治体としての、アーラーシュテットは、旧町村のアーラーシュテット、アーレンスボールで、ボーケル、カーカーベック、エルスドルフ、オッテンドルフ、バンガーゼンが合併して成立した。 アーラーシテットは1095年に初めて文献に記録されている。初めて教会が建設されたのは1656年であった。新しい教会堂は1865年に完成した。最も重要な産業分野は農業であり、その他に手工業者もいる。アーラーシテットの町議会は町長を含め17議席からなる。町長は フラインウォーラー・ジェマイン・シャフトのウーベ・アルントである。ズンガラ・アーラー・シュテットの紋章は、銀の名みたいで左下から右上にに分割されている。左上の青字には銀色で、前世時代の住居が、右下の赤字には、銀の釜が描かれている。釜の開口部からは8本の銀の炎が見える。意味、紋章に描かれた、戦世時代の住居はカーカーベックで、この地方特有の釜は、 アーラーシュテッドでそれぞれ発掘されたものの復元図である。釜の中の炎はこの町を構成する八つの地区を象徴している。ありがとうございます。